いつも大変お世話になっております。楽天証券で、チーフアナリストをしております今中と申します。今回は半導体製造装置セクターについてお話をいたします。過去最大の半導体ブームに向けた動きを概観するということで、お話したいと思います。まず、いつものようにですね、半導体のデバイス市場、これの世界市場の動きから見ていきたいと思います。これが世界半導体出荷金額の3ヶ月移動平均、これを見たものでございます。10月の時点で実はかなり回復してきております。すでに再成長に向けた動きに入っているというふうに申し上げてよかろうかと思います。過去のピークが2018年の10月でありました。それと今回の2020年の10月を比較しますと、もうあと 8% ぐらいの伸びで過去のピーク、これに到達するということになります。おそらくですね、向こう早ければ半年以内、遅くとも1年以内に過去のピークを抜くということになるのではないかなと思います。要するに今回の波も過去最大の波になるというふうに考えてよかろうかと思います。で、今伸びているのが決して先端半導体ばかりではありません。その下の汎用半導体ですね、例えば自動車向け、産業機器向け、家電向け、こういったところも伸びているということでありまして、さまざまな分野の半導体が成長していっているということであります。TSMC の月次売上高を見ましても、この成長が確認できるということでありまして、11月前年比 15.7% 増でありました。この9月というのがですね、ファーウェイ向けの書き込み出荷があった時期でありまして、この9月が過去最大だったわけであります。まだそこには若干問わないんですけども、過去2番目の水準ということにはなっておりますので、この TSMC の先端半導体中心の売上高なんですが、これを見ましてもやはり半導体市場ですね、順調に成長していっているというふうに考えてよろしいかなと思います。今回の分野なんですけども、重要な分野なんですが、やはり 5G、 これはスマートフォンと基地局、これ入ると思います。それからデータセンター用の高性能サーバーですね、この中に高性能 CPU、GPU、それからハードディスクから SSD、難度型フラッシュメモリを組み合わせた記録媒体、この SSD への転換が進んでいるということ。それから今回の特色として、高性能パソコン、それから新型ゲーム機、これが半導体の、特に高性能半導体の大きな重要分野になってきていると。多いこと、これが言えようかと思います。やはりこのテレワークの時代ですね、感染がなかなか止まらないということがあるわけでありまして、そういたしますとテレワークが非常に重要になってくるということです。かなりレベルの高い作業、例えばエンジニアとか設計とかそういった作業でもですね、テレワークでできるということになりますと、やはり高性能パソコンが必要になってくるとこういうことでありまして、今、最も最先端のパソコンがアップルがやっている11月に発表した機種でありまして、5ナノ半導体ですね、これを搭載しております。で、次が AMD の7ナノ半導体を搭載した機種でありまして、こういった最先端半導体を搭載したパソコンが出てきているということであります。それから新型ゲーム機もプレイステーション5、Xbox の新型、おのおの7ナノの CPU、GPU を搭載しているということでありまして、このあたりがですね、重要な分野になってきているということが今回の特色であろうかなと思います。式を見ますと、難度型フラッシュメモリーと DRAM についてはそう変わり映えはいたしません。大口価格は変わり映えいたしません。難度型フラッシュメモリー、今ちょうど底割れの状態が続いております。おそらくですね、来年のどっかの時点で、需給が転換点を迎えて、上昇し始めるということになろうかなと思います。
で、DRAM にいたしましても、そういうふうになるかなというふうに思います。今、DRAM の長期契約価格がちょうど下げ止まったのかなというような感じで、これまでずっと下がってたところが小休止の状態になっているということです。最近の少し特色なんですが、この DRAM のスポット市況、これが少し上がり始めたということであります。で、実はきっかけがありまして、中国の思考集団という半導体関連の大手の企業グループがあります。NAND 型フラッシュメモリーの中国における大手である YMTC という会社、これを傘下に持っている会社なんですが、実は11月に社債の1本が利払い停止になりました。償還停止ですね、になりました。要するに債務不履行を起こしてしまったということです。12月になりますと2回目の債務不履行を起こしてしまいましたということでありまして、実はここが一つのポイントになってきているということであります。まあ、その思考集団というのはですね、中国では国策会社というふうに思われてたわけでありまして、日本で考えますと国策会社がなんで債務不履行になるのかということなんですが、実は中国は国策会社が大変多い国でありまして、やはりそのダメな経営をやっている会社というのはどうも淘汰されるといいますか、あまり国が支えてくれないということがあるような感じであります。で、まあ、その親会社の資金調達が難しくなってくるということになりますと、その半導体子会社の資金調達も難しくなってくるかもしれないということで、これは需給が一つ閉まっていくポイントになってくると。まあ、この話は本来難度の話なんですが、DRAM にもどうも連想が働いたかなということです。で、それともう一つが、新型 iPhone の増産の話であります。新聞で報道されましたけども、来年1月から6月までの、iPhone 全体の生産台数、これを最大で 30% 増にするということを Apple が部品会社に伝えているという、こういうニュースが出ました。まあ、アップルの場合、新型 iPhone にはですね、これ5ナノ CPU が使われているわけでありまして、このあたりの先端半導体の需給が非常にいい状態になっていくと、まあ、こういうふうな予想も出てきたわけであります。まあ、この上昇の動きですね、緩やかな上昇の動きが続けば、大口価格ですね、DRAM の大口価格の回復につながっていく、そういう可能性も出てきていると思います。設備投資の方を見てみますと、実は日本製の半導体製造装置の販売高、これが11月が前年比でもマイナス、前月比でもマイナスということになってしまいました。久しぶりにですね、前年比でマイナスになってきているということであります。おそらく9月までに多かった中国向けの半導体製造装置、これの反動が出てきているかなというふうに思うんですけども、北米製については前年をかなり上回る状態が続いております。まあ、実は北米の方が先行してですね、回復してきた経緯がありますので、これについては特に日本製の前年割というのは特に心配する必要はないかなというふうに考えております。で、今後のポイントというのがですね、やはり来年1月以降、まず TSMC がどういうふうな設備投資をやってくるかということであります。まあ、この世界最大の半導体受託生産業者ですね、ファンドリーと申しますけども、このファンドリーの設備投資、これが重要なポイントになってきます。で、もう一つがこのファンドリービジネスというのはですね、やはりこの半導体の世界で非常に重要になってくると。要するに、半導体、設計、開発、設計、生産、マーケティングですね、この分野のうち、設計開発とマーケティングに特化したいわゆるファブレス企業というものが急速に伸びてきているわけであります。例えば NVIDIA はファブレスであります。 AMD もファブレス、それから世界最大の通信を半導体のメーカーであるファルコム、
ですね。これもファブレスであります。では生産はどこでやるかというと、こういうファウンドリーでやるわけですね。この最大手が TSMC ということになります。で実はサムソンがこのファウンドリーのビジネスに非常関心、大変な関心を持っていると。大変これを拡大したいというふうに考えているということでありまして、この設備投資競争がすでに始まっているわけであります。で最大のポイントが、実は EUV 露光装置をどれだけ、導入するかということです。今、世界で最も EUV 露光装置を持っているのが TSMC であります。この EUV 露光装置ですね、オランダの ASML、ここでしか今、開発、生産、販売ができません。ですので、ASML の生産台数がどの程度になるのか、まあ、これが最大のポイントになるんですけども、まあ、各種のニュースを総合しますと、TSMC とサムスンの間で、EUV 露光装置の争奪戦がもうすでに始まっているということであります。まあ、このあたりのですね、設備投資が、どういうふうになるか、もうこれは TSMC もサムスンも、今年度、今年ですね、2022年よりも21年の方が当然これは増えるということでありまして、そこから先はどこまで増えるのかということ、これが一つのポイントになってくるわけであります。で来年、新年1月にですね、ASML の決算発表があります。まあ、そこで EUV 露光装置の見通しが出てくると思いますが、そのあたりのところが一つ重要なポイントになってこようかなというふうに思うわけであります。はい。まあ、この半導体設備投資以外のトピックなんですけども、思考集団の債務不履行ですね、これ以外に実は SMIC、これ、中国最大のロジックファンドリーのメーカー、会社であります。ここが12月に入りまして、アメリカ商務省のエンティティリストに載りました。まあ、この結果ですね、西側から、事実上西側からアメリカだけではありません。日本からもう事実上この最先端の半導体製造装置の輸出、SMIC 向けの輸出ができなくなったということであります。で、10ナノ以降の製造装置はもう SMIC は入手することができないということになりました。で実はですね、SMIC の今、ハイレベルのものが、最先端のものが14ナノまでできます。で、SMIC は、この14ナノを最先端の半導体製造装置を使ってどうも生産している模様でありまして、要するに最先端の製造装置がアメリカや日本から購入できないということになりますと、おそらくこの14ナノの、ライン、製造ラインですね、維持するのが難しくなってくるだろうと思います。まあ、当然そういう状態になってまいりますと、顧客からの信頼もなくなってくるだろうと思います。まあ、こういう意味で言うとですね、SMIC の成長というのは多分今後止まってしまうだろうということであります。要するにアメリカの考え方はもうはっきりしておりまして、アメリカと敵対する国が10ナノ以降に進出するのは絶対に許さんということであります。まあ、こういうことを考えてみますとですね、まあ、思考集団の債務不履行というのは、かなり無謀な買収を繰り返した、それによって債務が過剰になったということ、これがあるということでありまして、まあ、そういった国策会社が中国が大変多いということで、中国政府も特に救うことはしない。SMIC はもうアメリカに目をつけられてしまったということで、こういうことを考えますと、やはり中国の半導体産業にはリスクがあると考えておいていいだろうと思います。過小評価はできませんが、過大評価する必要もないということであります。それから、一つ大きな流れとして、力のあるコンピューター関連の会社が CPU 自社生産、自社開発してきているということです。先ほど申しましたけれども、11月にアップルが新型のパソコン3種類を発表しました、発売しました。これに搭載されているのが M1 というアップルが自社開発した CPU と GPU のチップセットであります。5ナノのCPU、5ナノのデザインルールを使って TSMC が生産していると
ということであります。非常に高性能な、チップであるということです。マイクロソフトがクラウドサービス向けのサーバー、それからサーフェス用のパソコンに、こういったその自社製 CPU 搭載を検討中というニュースも出ております。アップルもマイクロソフトもですね、これまではインテル製の CPU を使っていたわけですけれども、まあ、このインテルから離れる、こういう動きが進んできているということであります。まあ、ここもですね、実は来年の一つ重要なポイントになるわけであります。これがインテルの四半期決算の売上高ですね、これを見たものでありまして、片側が TSMC のハイパフォーマンスコンピューティング売上高、この中に AMD の CPU、GPU、それから NVIDIA の GPU、あとですね、ゲーム機用の半導体、プレイステーション用、Xbox 用の半導体、こういったものが入っているわけであります。金額の単位がちょっと違いますので、注意していただきたいんですが、大体この7月期の段階でですね、インテルに対して TSMC のこのハイパフォーマンスコンピューティングの売上高が、4分の1から3分の1ぐらいの規模になっております。急速に TSMC がキャッチアップしてきているということでありまして、果たしてこれ、インテルが今後何かの方策を持って跳ね返すことができるのか、まあ、例えば大型の設備投資を繰り返して生産力を充実させて売り上げを伸ばすのか、あるいはそういう設備投資はもうこれから TSMC やサムソンが賄っていくのか、まあ、これがですね、来年どうなるのか、一つのポイントになってくるだろうというふうに思います。はい、そういうことでですね、今回は日経半導体製造装置メーカー5社についてですが、今後6月から12月間の目標株価維持します。各社とも引き続き投資みよみを感じております。東京エレクトロン4万4000円、アドバンテスト9300円、レーザーテック1万5000円、スクリーンホールディングス9000円、ディスコ3万8000円というふうに目標株価を維持したいと思います。それと、年明けの決算発表の予定、これもちょっと見ておきたいと思います。これは判明しているもののみでありますが、まず1月7日にマイクロの決算発表があります。説明会はですね、翌週になると思いますが、このですね、マイクロ、今実は株価急騰したところであります。きっかけがこの先ほど来申し上げている思考集団の債務不履行ということでありまして、要するに DRAM と NAND の需給がこれからひょっとしたら閉まってくるんじゃないかということです。まあ、来年のどっかの時点ではですね、この調子で 5G スマホや高性能パソコンの CPU、GPU が増えていきますと、その横には当然 DRAM がついていくと、それから何度かフラッシュメモリもついていくということになります。ですから 5G スマホと 5G スマホ向け、それからパソコン向けサーバー向けの CPU、GPU が増えるということに増えていき続けるということになりますと、いずれ多分来年のどっかの時点で DRAM と NAND については需給の転換点が来るというふうに考えられるわけであります。ですので、このマイクロンですね、メモリーの大手でありますが、ここの業績見通し、一つ注目してみたいというふうに考えるわけであります。それから TSMC が14日あります。14日にありますので、ここがやはり重要な点になってくると思います。実際の業績と、それから見通し、そして設備投資計画をどう考えているのか。まあ、ここが非常に重要なポイントになってくると思います。あと ASML ですね、EUV 露光装置の独占企業でありますが、これが20日に予定されているということ、そして21日にインテルが予定されている。やはりですね、このインテルがどういうふうな、成長軌道を描くのか、あるいは設備投資をどう考えているのか、これは26日に AMD がありますので、これと合わせて考えてみるということも重要なポイントになろうかなと思います。で、日本企業としては26日にディスコがあって、27日に新越化学があって、28日に東京エレクトロン、アドバンテスト、スクリーンホールディングス、
この3社の決算発表があります。で2月に入りますと、レーザーテック3個があるということです。あと、アプライドマテリアルズ、これ決算期ちょっと違いますが、2月18日あるということであります。まあ、年明けですね、これ海外企業の場合ですと、12月決算が多いわけでありまして、当然、第12月期の決算、そして通年度の決算、そして来年をどう見るかということを、これは当然話として出てくるわけでありますから、ちょっと今回ですね、こういう半導体関連の決算については引き続き目が離せないということになろうかと思います。はい、今回は以上でございます。本年2020年の私の動画は今回で終了でございます。年明けまたお目にかかりたいと思います。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。